スガラムルディはスペインナバーラ州のムニシピオ。ナバーラ州は3つの言語圏を設定しており、スガラムルディはスペイン語と共にバスク語も公用語に指定されているバスク語圏に含まれている。スペインフランス国境まで数キロの位置にある。スガラムルディにはバスク魔女博物館があり、近隣には魔女の洞窟がある。下死の魔女の日を記念してスガラムルディ近くの 魔女の洞窟では、毎年壮大な祭礼が行われる。フランス領バスクを含むピレネーサン脈西部には、西ゴート族の末裔とも目される、カゴヤアゴタと呼ばれる被差別集団が居住していた。スガラムルディの集落があるバスタンタには、他地域よりも、迷信深い地域であり、また山裾にあるスガラムルディの町外れには大洞窟が存在した。このように様々な理由が重なって、 魔術信仰が広まったとされる。スガラムルでは17世紀初頭に行われた宗教裁判で有名である。この土地で魔女集会が行われているという噂が流れたため、ログローニョから宗教裁判官がスガラムルディ周辺に派遣された。パニック状態に陥った住民が相次いで隣人を魔女だとして告発したため、宗教裁判官は魔術を使用した罪で300人。 近い男女を摘発し、そのうち40人を逮捕して、ログローニョに連行した。1610年11月7日8日に、バスクの魔女裁判が行われ、18人は釈放されたが、12人は家計に処され、うち5人は拷問などの理由により、家計前に死亡していた。80人が家計に処されたとする文献もある。スガラムルディは、 フランス領バスクのラブール地方に近い場所にあるため、ラブールの妖術事件などとも呼ばれる。スガラムルでは政府案の日を魔女の日と定めており、6月24日に近い金曜日シニアには、アケラレと呼ばれる祭礼が行われる。アケラレとは、エーカーとロレイを組み合わせた単語であり、土曜日に行われるのは、ユダヤ教の安息日を下げ済むためである。当日には、かがり火が焚かれた。 スガラムルディ洞窟に人々が集まり、オスヤギ姿の魔王が説教とミサを取り行い、アルコールや美薬、舞踊、性の共演などを用いた乱畜騒ぎが繰り広げられる。アレックス・デライ・グレッシアによる2014年の映画、スガラムルディの魔女は、スガラムルディの魔女伝説を主題とした、ホラーコメディである。類似の祭礼イイ魔女をモチーフにした祭礼イイは、 ナバーラ州アルサスアなどでも行われており、この祭礼は、アルサスアの射撃祭、または、モモチョロスと呼ばれる。主役のモモチョロスは肩から、膝まで羊の毛皮をまとい、動物の血で両腕とエプロンを血まみれにし、観衆を攻撃するためのサスマタを手に持つ。魔王役は仮面をかぶって、おすやみに噴し、巨大な二つの抗岩をぶら下げる。 黒いマントとズキンをかぶって魔女に紛争した監修は、手に持った宝器で魔王の睾眼を刺激し、黄色い声援を送る。これらの仮装集団は、街のあちこちで珍病な行動を繰り返すが、教会の鐘が鳴って、学隊の演奏が止むと、参加者は仮面を外して、共演の夢から覚める。アルサスアの社肉祭はカトリック新工場、道徳上危険であるとして、 ナバーラ州ランツのミエルをン同様に1930年代から開催を禁じられていたが民主化後の1982年に復活した。ありがとうございます。